何です？何でも聞いてください。犯罪のトリックのことなんですけど。あれ、宮子さん声が変ですよ。どうかしました？何でもありません。友達も一緒にいるんでハンドフリーにしたんです。ああ、お友達ですか。宮子さんのお友達ならきっと素敵な方なんでしょうね。はじめまして。今のところは宮子さんの義理の兄弟にあたる萩原直人といいます。はじめまして、桃井めぐるです。そうですよ。貴様誰だ？なんで？いや、そんなことはどうでもいい。宮子さん、今すぐそっちに！来ないで！私は自殺じゃないって思うんです。なるほど。首を吊ったことに関しては地蔵背負いという方法があります。地蔵背負い？絞殺死体と首吊り死体ではたとえ道具に同じロープを用いたとしても死体につく傷の跡が異なるんです。それでバレてしまわないように首吊り死体と同じ痕跡が残るように相手を絞殺する方法があるんです。それを地蔵背負いというんですよ。まず相手が背中を見せた隙に背後からロープをかけます。そうしたらすかさず相手と背中合わせになり自分の肩にロープを引っ掛けます。それでその後ロープを引っ張り相手を宙に背負い上げるんです。そうやると首を吊ったのと同じ傷ができるわけです。つまり首吊り自殺と同様の痕跡を残しつつ相手を殺害することができるんですよ。なるほど。あと部屋は鍵がかけられていていわゆる密室の状態だったんです。それについては？現場を見たわけじゃないのでそれについては何とも。もう一つ遺書の問題があります。水泳部の3人も証言してましたが遺書は紛れもなく石井さんの筆跡で書かれていたそうです。まあ、それについてもあいにく今のところは何とも言えないな。あ、ただただ物理的に解けない謎があってしかも捜査での見落としがないとするならばそこにはおそらく心理トリックが絡んでいます。つまり実際はしていないことをしたと犯人に思い込まされているんです。なんでしたらこれから宮子さんの元へ馳せさんじて。やめてください。それは無理です。いえ、無理じゃありません。人の思いは100万の敵に勝ります。助かりました、直人さん。それじゃ。待ってください。私にはまだ話が。美和子さん、初めて会った日からずっと愛し。きっと電波が弱いのよね。これではっきりしたわ。石井さんは自殺したんじゃない。早速捜査開始よ。
リックを暴いて真犯人を見つけ出さなきゃ。でも立花さん、ほらめぐるくんも立つ。立花さん。何？石井さんは右利きだったのかな。は？もし利き腕に怪我をしてたら、あの遺書は書けなかったかもしれない。遺品を調べよう。オッケー。見て、めぐるくん。石井さんが自分で書いたものじゃない。立花さんの言う通り、石井さんは自殺じゃなかった。落ち着いて。やめやめ。事件はうちで起こってるんじゃないわ。外へ出るのよ、外へ。どうするの？現場よ。行き詰まった時は現場に戻る。これが鉄則よ。さ、行くわよ、めぐるくん。合宿の事件以外のことで石井さんについて何かなかった？いえ、どんなことでもいいんだけど特にない。あ、そう、あ、どうしたの？例えばお昼ごろ、岸本先輩に新先輩のノートがどうとかって聞かれた。ノート？
もう返したんだけど、私少し前に C 先輩から英語のノートを借りてたの。そのことで。何？石井先輩の自殺を疑ってるの？あ、いや、それは…それじゃ。あ、長山さん。いいじゃない。それよりも石井さんの部屋に行ってみましょう。岸本さんが気にしてた英語のノートっていうのが引っかかるわ。そうだね。めぐるくん、ストップ。なんか様子が変だ。こんにちは、浅間さん。ごめんなさい、驚かすつもりはなかったんです。ちょっと聞きたいことがあって。私から話すことなんて何もないわ。さっきは何を見ていたんですか？なんだかとても怯えてるように見えましたけど。あなたには関係ないでしょ。とにかくほっといて。すみませんでした。しっかりとね。死神め、案外早く動き出したわね。この分じゃ次のターゲットは浅間さんってことかしら。わからない。僕らにだって1のカードは届いてるんだ。それに
それに犯人の意図がわからない。自殺に見せかけてわざわざ石井さんを犯人に仕立て上げたのに、なんでそれをぶち壊すようなことをする必要があるんだ。そっか、確かにそれは変ね。始めますか。